ただいまご紹介に預かりましたダン・トムソンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回、私のテーマは心に届くコミュニケーションについて話させていただきたいと思います。皆様は日常のコミュニケーションの中では果たして自分の言いたいことがうまく相手に伝えているのでしょうか例えば家族の会話の中で奥さんが今日の夕飯何作ろうかなというと、 夫はそれに対して「そうだなカレーとか牛丼もいいな」と答えると深いい息が返ってきた経験ははないでしょうか。<laughs> 私はあります。何度も。奥さんの言葉の裏にはもしかすると「今日疲れてるからあまりご飯の支度したくない」という気持ちも含まれてたかもしれませんもしくは「いや君疲れてるから今日外食でもしようよ」という優しい言葉を期待していたかもしれません。 このように、ちょっとした夫婦の中のコミュニケーションの誤解って、皆様も経験したことはあるのではないでしょうか。まして、職場や会社での多国籍のコミュニケーションはもっと複雑だったり、困難だったりすることでしょう。では、どのように上手に人とコミュニケーションを取ればよいのでしょうか。その質問を考えながら、2つの大手 2K 企業のご紹介をしたいと思います。 1一つ目の話は日本社の販売している会社です。そこの社長はイギリスのスタッフと日本人のスタッフと比べて忠実性や誠意が物足りないと感じ日本でのやり方を強制してしまい何人かのイギリスのスタッフは辞めてしまいました。まだまだ現地のスタッフは日本人ほど勤務時間が終わっても 職場に残って仕事をするという勤勉さはないようです。日本で働いている人は、みんな仕事,まで仕事が終わるまで頑張ろうぜという気持ちで勤める人が多く、また仲間意識をして、会社は自分にとって大事な存在と考え、自分、会社のために自分を犠牲することも仕方がないと考えている人は少なくないでしょう。また 会社の責任はみんなの責任でもあり、給料なしの残業も仕方がないところもあるでしょう。最近の日本のあの、倍外信のドラマの主人公のように、日本では会社の上司部下のために働くという日本のサラリーマンが珍しくありません。ところがイギリスでは 自分自身の生きるために仕事をするというモットーがあるため自分のため単独行為で給料分だけ仕事をし勤務時間になったらすぐ帰宅する人は比較的には多いのではないでしょうか二つ目の話は日本社の部品を製造している企業です当初日本人スタッフは従業員の日常の業務に の認識に悩まされていました。というのは現場でのゴミや機材の放置などの,その日頃の整理整頓がなっていなかったということです。そこで日本人スタッフは現地のスタッフに日本の 5S のシステムを伝授しました。おそらく耳にしたことがある方もいらっしゃると思いますが 5S というのは日本の工場現場でよく使われているシステムでその 5S は 整理、整頓、清掃、清潔、しつけの頭文字を取って 5S と呼んでいます。それは日本の会社では常識ですが、イギリスのスタッフに理解してもらうのに大変時間がかかったそうです。<coughs> がしかし、納豆のように粘り強く。<laughs> 指導した会もあり、今となっては現地のスタッフは日本のスタッフと同じように、効率かつ、 迅速にに業務に励んでいるそうです <laughs> この会社では27カ国から来ているの異なる人種国籍を持つ400人の従業員がいます。そこで何人かが現場の清掃なんて意味がない。俺たちの持ち分ではないとやがれてたスタッフもいましたが社長曰く その日本の社会に興味,興味関心がありリーダーシップとなり得るような人材を数人の選んで日本に研修に行か,行かせましたそして日本でその工場現場の見学を始めそれから人町自然日本ならではのおもてなしの文化を体験させたそうですそれで 帰国してから率先してみんなにその日本の体験の話をして話して指導に貢献したそうです日本のやり方は直接日本人から聞くより現地のスタッフから聞いた方が効果的だったらしい2012年のイギリス国内統計によると英国だけで1300の日系会社に対して 13万人の雇用者がいてそれに41兆ポンドの投資になっていますこんなに高く投資しているならなおさら会社の基盤である人材育成のためのコミュニケーションが重要になってくると思いますここで私はおすすめしたいのが NLP のコミュニケーションです NLP というのはニューロ u リン t i スティックプログラミングで日本語では 神経言言語プロググラミングと言われています NLP を間接に説明するのが少々難しいですが私の経験から申しますとほとんどの日本人は時間外の勤務をするのが仕方がないと思っていることでしょうところが私が出会った一人の日本人アシスタントに1時間のボランティア活動を依頼したところ 絶対にししたたたくないとと断られたことがありましたそこで私は本人にもしこの活動をしてくれたら自分にとってどんなメリットがあるかそれに相手はどれだけ喜ぶかとの質問形式で時間を与えるとそのアシスタントが別な観点が見えてきて結局喜んで手伝ってくれましたコミュニケーションは 人間関係をより良く保つための第一基盤でありただ言葉を伝達するだけではなく互いに心が通い理解し合うということは重要不可欠だと思います結論を申し上げますと難しい話をする前にまずはどうやってその話を相手に興味深く思わせるのかがポイントですそしてその 効果を引き出すためにまず相手のモチベーションと嫌なものを理解し相手を受け入れてから自分のメッセージを当てはめすり寄せるように話せばいい結果になるはずです、うん、ぜひ皆様も NLP のコミュニケーションの方法を活用していただきより良い人間関係を築き 企業の発展になる道,道しるべになるようにあ、このスピーチをここで終わらさせていただきたいと思います。皆ま、ごご聴ありがとうございました。<laughs>